逃げるぞ。わかってる。あの、誰か、助け。あいつのねぐらかな。どこから襲いかかってくるかわからん。注意しろ。奴は力が安定していない。だから人間を捕らえてその精気を吸おうとしている。特に魔術師であるナレ、ましてやわらわの主となれば最高の獲物よな。まったく勘弁してくれ。ディスペルは間に合わんぞ。
ユースウィング。そうか、ナイトゴーンとの戦いから学んだか。もらった！魔力探知機、教えてダウジン君の針が触れたのでやってきてみれば。なんそうか、そうであるな。アルアジンの断片を追えば、確かに第十字クロー貴様が姿を現すのは道理。さあ、ここで朝が100年目、覚悟するのである。奴の目的はあの雲怪人であるな。そうか、あれがグランドマスターのおっしゃっていたアルアジンの断片か。皆の衆、おえいおえい。気づかれたようだぞ。かつくな。クロ、スナ。言ってる？やはり我が輩が自ら相手をしなければならないようであるな。よかろう、刮目してみよう。我が輩の威風堂々たる理論の結晶を。崩れるぞ。
うやどうだね、これがスーパーウエスト無敵ロボ28号回ドリルエディション、男の夢をとわにである。この前は油断ゆえに遅れを取ったが、今度はそうはいかん。我が輩の破壊ロボ最強伝説をしかと胸に刻み込み、メイドの土産とするがよいのである。しかも面倒なタイミングで現れやがって。くらえ、男と科学のロマンを乗せて必殺。えげつないんじゃないか。うつけ、落ち着いてよく見てみろ。あるの断片か。アクセス、ライフィル表による暗号解読術式地下正しき姿へ帰れ、我が談笑。回収成功だ、よくやったクロ。ほほう、まだ生きておる。だが貴様の悪運もここまで。今度こそ引導を渡してやるのである。ふん、動く鉄くずの分際が。クロ、デモンベインを呼ぶと。波動の姫さんに釘刺されたじゃねえか。デモンベインは使えねえよ。バカか。だからどうして我々があの小娘の顔色を伺う必要がある。お前にはなくても俺にはあるの。波動財閥を敵になんか回せるかよ。どうして人間はこうくだらんことにいちいち縛られるのだ。デモンベインなしでどうやって戦うつもりだ。まさかマスターテリオンの真似をして生身で戦うつもりではあるまいな。笑わせるな。やつと慣れでは力の差が開きすぎておるわ。
いちいち言われんでも分かってるわ。だからどうしたらいいかこうやって考えてるだろうが。何を言う長男。ええと無視するなである。呼ばないのであるか。それとも我が輩の頭脳には勝てないと悟り潔く撃たれることを選んだのであるか。やろう。こっちの都合も知らねえで好き勝手言いやがって。まああれも少しはまともなロボットだったようであるな。それで我々ブラックロッジと戦えると思っていることがお笑いであるな。マジであのグランドマスターに牙を剥くなど身の程知らずもいいところである。しかし分かったであろう。所詮貴様ら愚民の力などあの程度のもの。秩序の基本は弱肉強食。弱者に過ぎぬ貴様らなどおとなしく我々の餌食になっておればよいのである。クロ、どうした。そもそもグランドマスターが御自ら相手する必要などなかったのである。そのこと我が輩の傑作スーパーウエスト無敵ロボで身に染みさせてやるのである。さあ覚悟するので。黙れ。あ？マスターテリオンがどれほどのもんだってんだ。アンモニア臭い生ゴミどもが。なクロ。思い知らせてやる。オーヤ。貴様我が輩のこと生ゴミだのバカだのこの大天才に向かって。憎悪の空より来たりて正しき怒り胸に我らは魔を断つ剣を取る。何時無くなる刃デモーンブレイン。
せーやー。虚数展開カタパルト稼働、デモンベイン偏在化します。もう三度待てという言葉があったはずなのですが、どないしますか司令。強制停止は通用しないでしょう。いまいましいことデモンベインの主導権は無効にあります。外部からの介入の余地はありませんわ。遺憾ではありますが、黙って見守るより術はないようです。被害を最小限に収める努力は必要でしょう。10キロ圏内の住民避難を徹底させなさい。そう、エムリアインパクトの制御だけは奪われないようにします。了解。デモンベイン、時空間に事象固定化、出現地点43排気区画、衝撃波来ます。次第で第十次苦労を超本気的に罰する必要がありそうですよね。は。平穏無事に日々を過ごしたいだけなんだけどな。エスケーブ、このようなだらけた思考は市民の安全を預かる治安警察の一員にあるまじきものであります。良いですか、たとえ任務の最中に命を落とすことがあろうと、我々警察官は市民の生活を守るためなら、たとえ火の中水の中。
内でタバコは控えてくれませんか。どうも自分はその匂いが苦手でして、槍があちこちにこびりつくので掃除が大変なのであります。君は立派だな、ストーン君。人の話を聞いてませんね。聞いてる、聞いてるってばさ。デモンベインとやら、よかった。では真の天才の実力というものをじっくり教育してやるのである。28号が誇るロケットダッシュは、そんな鈍重な動きでは反応することもできまい。